ブラックフットは1969年にフロリダ州ジャクソンビルで結成されたサザンロック、ブルースロックのバンドである。音楽性にはハードロックの要素もある。1969年にボーカリストでギタリストのリッキー・メドロックとベーシストのグレッグ・ティー・ウォーカーが中心となりフレッシュ・ガベージとしてグループを結成。ハンマーと名を変えながら活動を継続したが、 権利関係などから、ブラックフットと名乗るようになった。1971年、メドロックとオーカーは、レーナード・スキナードにメンバーとして加入したが、1972年になり、ブラックフットを再編することにした。1975年にファーストアルバム、ノーレザーベーションスで、アルバムデビュー。1979年のアルバム、シンクの砦で、アメリカ国内で、 初のトップ40入りするハイウェイソングのヒットをもたらした。1981年の略奪者のほか、1982年にユーライア・ヒープのオリジナルメンバーであったケン・ヘンズレーがグループに加わりリリースされた革命と反乱やバーティカル、スマイルズといったアルバムはビルボードのトップ200に入るなど中規模なヒットをもたらした。1987年に リッキー・メドロックブラックフットと改名して活動し1997年に解散。メドロックはレーナード・スキナードに再加入した。ブラックフットは2004年にメドロックを除く残りのオリジナルメンバー、グレッグ・ティー・ウォーカーやドラマーのジャクソン・スパイルスを中心に再結成された。メンバーチェンジを繰り返しオリジナルメンバーがすでにいないものの現在も活動中。 ありがとうございます。